はい、ということで後半も恋淵桃乃さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。いや、のりさん、前半戦そんな傷つかないで、ごめんねごめんね。急にセクハラみたいなハラスメントの顔がセクハラじゃない。誰が顔がセクハラそれはいいな。それがハラスメントですよ、本当に、ねね、いや、後半戦はね、はい、ちょっともっと楽しくね、違う話題に。いや、ごめんなさい、前半戦もめちゃくちゃ楽しかったですよ。ごめんね、楽しかった。あの、今回後半はまず、桃乃さんの恋愛についてちょっと話していきたいので、はいはい、どんな恋愛されてましたか？恋愛、うん、学生時代は、うんうん、特に高校生の時は、うん、あの女子校でさっき言ったんですけど、うん、女子校だったのでこうまず出会いがないんですよ。あ、そう、そっか。なので、うん、高校生はもう特に何もなく、うん、予備校に入って公務員になるための予備校に入ってから彼氏ができました。予備校ラブ予備校ラ ブ。ちなみにそのお相手と初体験、ね、そうです。お、どうでした？予備校の人とかじゃなくて年上の。え、どういうこと？会社員の方。あ、そうなんですね。そうです、年上が好きだったんですよね。ちなみにその年上の方とはどう出会ったんですか？あの、出会い系、出会い系、もうそういうアプリ宝くじ当たってるもんですよ。やばくないですか？来たらねえ、マジでって向こうも驚いてたでしょ。いやいいんですかみたいな。わからないです。私その相手にずっと痩せろデブって言われ続けてた。え、ひどい。そんなやついるんですか？そんな痩せる人ない。本当。でもそのアプリの時の顔写真はどうなんですか？一応こっちまでバストアップにするか。あ、どうなの、ね、そこまで写ってなかったと。あ、そうなん。じゃあ来たら奥に。来たらもうびっくりですよ ね、 触り放題みたいな。出会い系とかでこう何カップとか書くとこう疑われるんですよ。あ、むしろね。あ、そっか、大きすぎて。そうです、そうです。本当なのか、あのめちゃくちゃ太ってるのかで、どっちかにこう疑われるんですよ。あ、そういうもんだね。言われてみたらなんかそんな気もするな。そうなんですよ。え、ちなみに、はい、この初体験を終えてこのデビューされるまではどれぐらいの方と経験されたんですか？15人くらい。お、でもそっからもう立て続けにって言い方あれですけど。そうです、ね、なんかこう、こんな世界があるんだと。あ、でも卒業してからはその相手の方にやっぱ痩せろってずっと言われ続けて嫌な思いが結構あって、私あんまり気持ちいいと思ってなかったので、初体験の時は。そうなんですね。だからそこまでこうふざなんだ、はっちゃけるみたいなところは特になくて。へえ。じゃあその15人っていうのはそのいつの間にどれぐらい気づいたら増えてたの？あの、公務員の時にあのセクハラ受けたり、業務が私に合わなくて、こう精神的にこうストレスがすごくあった時に、うんうん、こうなんだろう、増えてました。あ、そこでストレス発散。むしゃくしゃしてと。いや、やけ食いじゃないけど。そう、人肌恋しいっていうか。え、その時って同僚の人ですか？いや、違います。よかった。だってなんで？なんか。いや、だってなんかね。なんかやだよね。そこが受ける中でね。なんかやだよね。なんかやだ。うん。なんか大丈夫なんて言ってきたやつ。あ、やだね。腹立つよね。やだ。いや、なるべく職場内恋愛はしたくないタイプでした。え、ちなみにどういった感じ？それも出会い系？そうです、そうです。へぇ、まあ、割り切れるというかね、後腐れ的なものも考えて。でもだよ、そういう人たちとのエッチってちょっと気になりません？どういうプレイがあったとか。どういうプレイがあった、うん、でもいろんな人がいました。あの、ひたすら攻めてほしい人もいれば、うん、女の子を活かせるのが趣味みたいな。へぇ、いいそれ。へぇ、いいそれ。いいそれ。え、よくない？行かせてくれるんですよね。そうです、ただただそれを見るのが好きみたいな。どんなんされたんですか？どんな、うん、私結構 M 系が強いので、うん、あのおもちゃ使って放置されたりとか、ひたすらこう手で放置。めっちゃ、放置放置プレイ。温度差があるな。それがいいですか？いいですよね、放置プレイ。いいです、ね、だってさ、初対面の人とさ、うん、そういう関係で放置されたら大丈夫だよなと思わない？ちょっとその、え、でもいるんですよね、ちゃんと見てる。そうです、目隠しとかうぬんはないんですね。あ、目隠しがあってもいいね。あって、帰ってくるよなとかってちょっと不安になっちゃうんですか？出てっちゃってる。さすがに来るよなとか、うん、そういう、放置されて勝手に気持ちよくなってる様を近くでこうお酒とか飲みながら見ててほしい。どういうこと？もう支配されてる感じですよね。そうそうです。これがまたいいんですか？そう、
ド M なんですよね。あ、いやだからここはねもうド M の集まりなんですよ今。そう、もうだからいろんなね経験をされた桃野さんですけど、はい、デビューしてからはどうですかね。デビューしてから、うん、こう私も本当にあの見られるのが好きなので、お、こう視線を感じるのが好きなので、なるほど、そのエロの時に、うん、なので撮影の環境が最高。お、あ、もうあんだけ人に囲まれて撮ってる。そうですそうです、こうスタッフさんがいっぱいいて、うん、カメラがあって、うん、でそれで気持ちよくなってるところを撮られてる、なんて最高なんだ。うわ、天職ですね。天職、楽しくて仕方がない。普通のエッチよりかはもう今撮影の方が感じるわけですね。そうです、あのカメラが回る前に、うん、あのそろそろ行きそうなんでちょっと一回行っていいですかみたいなことが何回か。え、もう見られてる環境に興奮しすぎて、あの待ってる時とかに。そうです、カメラ回る前にとりあえず一回行っていいですか、そろそろ行きそうですみたいな。すごくない？ノータッチで。そうです、ノータッチで行ける。強っ。そう、多分脳域みたいなことしてる。もう、ま、たまにいらっしゃいますけど、すごいですね。脳域ってあえて普段の生活でしたりすることはないですか、電車乗ってて。あ、でもやろうと思えばできます。エロい。見られる以外で興奮したことってあります？私、うん、その AV に出る前は3の経験は意外となくて、です、あ、ね、デビュー作の時に初めて3をしたんですけども、楽しくて楽しくてとにかく良かった。どの辺がいいですか、3。もう止めどない体感。止まらないですもんね。神ちゃんも経験あります？私もそう、デビュー作だったかな、あ、違うから、やった時にでも本当楽しかったです。なんかあの世話しない感じ。そうです、こっちだと思ったら今度こっちみたいな。こうやってる一人としてて、もう一人はそれを見てるとかでも全然いいかもしれない。NTR とかだったらやばいですかね。あ、やばいかも。NTR、 あの寝取られ、何回やってんだあんたこの番組。ボケが始まったけど。NTR？3回に1回ぐらい NTR 出てくる。出てくる出てくる出てくる。寝取られね。寝取られ。寝取られ系好きですよ。とにかく撮影でこう感じるのが楽しくて仕方がないので、うん、もうひたすらこう何ですか、和感みたいな、エンドレスで回され続けたい。あ、もう両軸というか、ね。そう。もういろんな人にやりたい。あ、じゃあいつも行列ができてほしいっていう。行列。次々行っても行っても終わらないエンドレス。ね、ああ、ありますよね、それと。あとは私も昔から M で首輪つけてもらうのが夢なので。うわ。ガチじゃないですか。夢っていろいろあるね。ねえ、組み合ってても。でも本当変われたい。もう変われたい。リード付きがいい。散歩するワンちゃんとか見るといいなってなるんですか。そう、さすがにそこまで。それは違うんですよね。それ脳息するでしょ。もう朝寝歩けないよ。散歩見れないよ。いや、ちなみに一人組手とかってそういう妄想で行くんですか。妄想が大半。へ、逆に A 見てとかはないです私。あ、そうなんですか。A として作品として楽しんで。違うんですね。そうなんです。え、じゃあもうちなみにその自分的にこの妄想は基本やっぱ行くわみたいなのあるんですか。こう女の子でもあれ、何でもいいんですけど、とにかくオークションにかけられて知らない男の人たちからこうめちゃくちゃにされるみたいな。すごい妄想、ね、設定が難しいよね。あの売られてるってこと。売られてて、そのお試しみたいなやつのためにみんなでこう回されるみたいな妄想をよくする。へー、すごーい。すごいね。漫画の世界って言いたいけど、うん、漫画の世界でもあるかないかわからないぐらいの、ね、いやそれがいいんだ。え、じゃあそれ現実でもし作品でやるってやったら楽しいですか。でも多分撮影が始まる前にそれやりますって言われたら自主禁欲すると思います。うわすごい。そんな感じだ。いやすごい ね、あの愛を感じる作品に出るまで、ねえ、うん、いやすごい。その脳域もすごいね。いつからできるようになったんですか。あー、もともとすごい、そもそも行くことができない時期が長くって、やっと行けるくなったって時に、こうつまらないなって、もうちょっとなんか楽しくなりたいっていうのがあって、自己開発をしてるうちに気がついたらできるようになって、すげーよな。いや俺の夢ですもん、脳域なんて。そんな確かになかなかできない、ねえ、うん、死ぬ前でも行けるもんね、そしたら確かに病院でね、つまんない授業中とか暇だなと思ったらもう脳だけで気持ちいいね。すごいよ。知り合いでずっと触らずに最後行く時だけなんだっけな、パーン
ーンってやるといけるっていう。何それ最後最後やっぱりね、どうしても人たちがいるんだって、最後ここじゃなくていいんだ。そう、ずっと考えて考えてパーンっていう人たちでいけるってやつがいて、すげーなーと思ったけど、まあでもそれ以上にノータッチだからね。いやそんな大村さんにちょっとあの一人組手事情を聞きたいんですけれども、はいはい、直近1週間で何回されましたか。私今撮影が近いので絶賛自主禁欲中。すごい偉いですね、徹底してますね。いや楽しみすぎて、じゃその時まで本当に耐えて、ちなみにちょっとその撮影の日朝どうなるんですか。もう楽しみだな。楽しみだなって急に。もう濡れ濡れですか。もう想像するだけで今日撮影楽しみみたいな。素敵。濡れ濡れですか。どんな日本語で。濡れ濡れですか。濡れ濡れになるからと。ちなみに普段、うん、あのそれがない時は週どんぐらいなんですか。ない時は結構頻繁に毎日出ます。おそれを抑えてるってやっぱ大変ですよ ね。でもやっぱり私見られてないと根本的にダメな性癖なので、お一人で知っててもなんか物足りない。これでもライブチャットみたいなのでやりたいぐらいですね。だったらおいつでも行くよね、のりさん。全然行きますよ、見ますよ。でも最近はこう自分のグラビアとか A の作品が世に出たので、それを見てくれてる人を勝手に脳内妄想して一人で行けるようになりました。すごい。でもファン嬉しいですね。だからもうそれエンターテイナーなんだね、もうね。常に見られていたい。見られてたい。すごい。ちなみにその、あのりさん聞いときましたよ、その一人組での時は。あとで時間は何時ぐらいいつもされるんですか。時間ですか。はあ、考えたことない。パッと朝起きた時になんかそういう気分だなって時もあるし、うん、寝る前にそういう気分だなみたいな時もあるし。そうだよ、気分だよね。ムラッとしたら。そうです、そうです。思い立ったら吉日みたいな。いいことはじゃないですか。ちなみに1回に消する時間はどのぐらいなんですか。あ、私めっちゃ早いです。1分持たない。すげーよ。もうちょっとちょっとしたらはっみたいな。そう。わー。いやー、では最後に、番組2周年記念にのりさんにご褒美です。なんすか。このクイズに正解したらなんと桃野さんの M カップにタッチできます。すごい。わーわー、2年間頑張ってきたもん ね。一番頑張った俺が。しかも結構ラッキーな、もう簡単なクイズ、のりさんだと分かるだろうなっていうって準備しました。やっぱり日頃お世話になってるから。サービスじゃない、ラッキーじゃない。いやクイズか。行きますよ。のりさんならいけるだろうなっていう。では問題です。でも正解して触るときにはもうカメラ止めてくれるんですよね。それはダメだ。もちろん回しますよ。もちろん回しますよね。もちろん回します。では問題です。裸一貫に過去出演したゲストの人数は何人。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、あれはどうするんですか。昨日まで。それではのりさん、正解を、正解じゃないね、答えをお願いします。91。正解は118人でした。ということで本日のゲスト怪物桃野さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。のりさん残念。足りなかったら。なんでそうなったんですか。 100?118。 そんな出てます。そう、なんどこで間違えたんだろう、計算を、ね、どこで間違えたんだろうね。いやー残念だね。